30号線、台風が境の東シナ海に抜けてきておりますね。一時期警報も解除されてるのかな、はい、雨が、風は弱まりましたけど、また土曜日にかけて沖縄に戻ってきます。久しぶりの台風、長期影響が出ています。各地で車横転やら、看板が倒れたり、電線が外れたり、電線じゃない、通信線が外れたり、いろいろと大変なことになっています。停電もね、17万から20万とか停電もしてませんけど、停電も各箇所で木がたくさん折れてきております。どっから飛んできたんだ、この木か。すみません、
ラックもね稼働してるんで、食料品パンとか全部もう品切れてるから、コンビニもすごいことになってる。来週にはちょっと九州、奄美地方の上の方を通って本州の方に向かう予定もあるみたいですね。ちょっと気をつけください。ただいまですね、7時32分です。8月3日の多分またまた戻ってくるんで、またまたちょっと今のうちにいろんなのを止めたりしないと風が強くなってきますね。またね、モノレールも走ってますね。一時モノレールも今走ってます。
いも激しくなってますし、ガソリンスタンドもいつも空いてるけど今日はもう空いてるか、停電かな、電気を消して、今日も良い一日でありますように。どうもありがとう、バイバイ。どうにか私は大丈夫です。はい、では行ってきます、バイバイ。どうもありがとう、今日も一日良い一日をお過ごしください。